ワンボールワンストライク。センターに上がりました。いやいや浅めだったんですが、下がって下がって桑原がフェンスについた、取った、ナイスキャッチ。いやいや前もそこから下がって、最後はフェンスにぶつかりながらボールは浜村だった。